特に行楽シーズンともなると観光客でにぎわう水族館。実は日本の水族館にも使われているあるものが世界中から注目され、多くの注文が寄せられています。水族館の水槽を意識してみたことはあるでしょうか。アーチ型に天井を張り巡るような形状、単純な四角形といえどもとてつもなく大きな水槽、さまざまな形をした水槽が中にいる動物を際立たせ、私たちを魅了します。実はそれら水槽を作るアクリルパネルを世界中から受注する企業が日本にあります。ニップラ株式会社、従業員も100名に満たない規模の企業であるにもかかわらず、世界中から殺到する注文。一体ニップラの水槽は何がすごいのでしょうか。迫っていきましょう。水族館の水槽というとガラスでできているようなイメージをしますが、実はアクリルでできています。アクリルの特徴はガラスよりも柔らかく、安全で強度も高いというところです。他にも特徴を見ていくと、ガラスに次ぐ透明度でもあります。具体的な使用用途とすれば、水槽以外にも乗り物の窓、照明器具のカバーや道路標識や日用品にまで幅広く使われています。第二次世界大戦中には航空機にも利用されています。ニップラが何をきっかけに注目されるようになったかというと、美ら海水族館に巨大な水槽を納入した時になります。年間に300万人以上が訪れると言われる沖縄の美ら海水族館、高さは 8.2メートル、幅は 22.5メートルとテニスコートくらいの大きさで、完成後の2003年にはギネスに世界最大と認定されています。ギネスから認定されたことで、たちまちニチプラは注目を浴びていきます。その後も着実に実績と信頼を積み重ねています。2014年に中国の主会で水槽の設置に向けて中央政府との協議の電話でこう言われたようです。こんな規模の水槽は世界で初めてだ。本当に大丈夫なのか。その時社長の敷山は、この規模はやったことがない、だから世界一なんですと答えたようです。世界一への飽くなき挑戦の結果、チャイムロング黄金海洋王国に製造設置された水槽は幅 39.6メートル、高さ 8.3メートル、厚さ65センチのアクリルパネルは世界最大として2014年にギネス認定されます。2003年の美ら海水族館を皮切りに、2008年にはドバイ、2014年に中国主会、2015年に中国成都、広州と世界記録を更新し続けています。脅威なのは水槽の大きさだけではなく、ニップラの製品は60カ国以上300を超える施設に設置しているものの、一切事故がないところです。ニップラの水族館用大型アクリルパネルであるアクアウォールはコンクリート以上の強度と耐久性を持っています。さらには40年が過ぎても透明度が変わりません。それらの高い技術、信頼性によりアクリルパネルの世界シェアでは 70% を誇っています。ニップラの技術は何が原点なのでしょうか。社歴なども含めて見ていきます。1969年創業、香川県に本社を構えているニップラ。
同じ年に開館した八島三条水族館から支柱のない水槽を求められます。当時の水槽は汽車の窓枠のように柱によって区切られている水槽が一般的でした。施工に携わる者やガラスメーカーは現状の技術では無理として撤退していきます。ところがニップラは世界で初めて支柱のないアクリルパネル製の水槽を完成させます。350トンとも言われる水槽の水に耐えられなければ水が流れ出て人災につながることから、徹底的にアクリルの耐久性を高めることにこだわったようです。しかし画期的な技術も大手アクリルメーカーが市場に参入すると、小さな企業のニップラは脇に追いやられてしまいます。日本では大企業イコール安心できるという価値観で信用度で負けてしまったのです。そこでニップラは海外に市場を求めていったわけです。転機はモントレーベイ水族館の増築工事の入札。日本では常にライバルだった大手メーカーとアメリカのメーカーの3社による性能テスト。そこでニップラの製品が認められたのです。館長はオープニングパーティーで開口一番、ニップラへの賛辞を述べたようです。それからのニップラの活躍は目覚ましいものがあるのは前述の通りです。業界ナンバーワンになった企業ではあるものの、従業員は86名と決して多くはありません。そこで一つ疑問となるのが、なぜ多くの受注を受けることが可能になるかです。その秘密は、技術者たちが製造、煮詰み、加工から取り付け、漏水テスト、最終的なアフターサービスまでを全てこなすマルチプレイヤーであるからです。そしてどの工程においても下請けには出さない心情のニップラ。技術者たちは玉掛けやクレーン、フォークリフト、さらには潜水の資格まで持っているようです。先ほど話題に出したモントレーベイ水族館は設置から20年以上も過ぎているものの、いまだに歪み測定に行くアフターフォローをしています。それらがお客さんの安心につながり、世界中から受注を受けるまで発展していったのでしょう。技術者たちは途中で現場が変わることなく、全ての工程を担当します。完了まで見届けることによって責任感や使命感が生まれ、リーダーシップを発揮できる環境です。ニップラはこれからも前例のないことに挑み続ける姿勢でお客様の要望に応えていくでしょう。こういった貪欲な精神は日本人ならではです。日本人は本当に素晴らしいと言えますね。日本人は日本は素晴らしい、感動ではなく、日本はダメだ、日本は海外に比べて遅れているなど、日本を劣等感に感じている方が多く残念に思っております。海外の反応を見ても決してそんなことはありません。このチャンネルでは日本に世界が感動した海外の反応を動画で紹介し、日本人に日本の良さを再認識してもらうためのものです。日本はダメだという自虐的洗脳を解き、誇りを持ってもらうために日々動画をアップしています。海外に対して劣等感を持つことなく、日本人であることに胸を張れるようになればいいな。随時更新中、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントも待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。
特に行楽シーズンともなると観光客でにぎわう水族館。実は日本の水族館にも使われているあるものが世界中から注目され、多くの注文が寄せられています。水族館の水槽を意識して見たことはあるでしょうか。アーチ型に天井を張り巡るような形状、単純な四角形といえどもとてつもなく大きな水槽、さまざまな形をした水槽が中にいる動物を際立たせ、私たちを魅了します。実はそれら水槽を作るアクリルパネルを世界中から受注する企業が日本にあります。ニップラ株式会社、従業員も100名に満たない規模の企業であるにもかかわらず、世界中から殺到する注文。一体ニップラの水槽は何がすごいのでしょうか。迫っていきましょう。水族館の水槽というとガラスでできているようなイメージをしますが、実はアクリルでできています。アクリルの特徴はガラスよりも柔らかく、安全で強度も高いというところです。他にも特徴を見ていくと、ガラスに次ぐ透明度でもあります。具体的な使用用途とすれば、水槽以外にも乗り物の窓、照明器具のカバーや道路標識や日用品にまで幅広く使われています。第二次世界大戦中には航空機にも利用されています。ニップラが何をきっかけに注目されるようになったかというと、美ら海水族館に巨大な水槽を納入した時になります。年間に300万人以上が訪れると言われる沖縄の美ら海水族館、高さは 8.2メートル、幅は 22.5 メートルとテニスコートくらいの大きさで、完成後の2003年にはギネスに世界最大と認定されています。ギネスから認定されたことで、たちまちニチプラは注目を浴びていきます。その後も着実に実績と信頼を積み重ねています。2014年に中国の主会で水槽の設置に向けて中央政府との協議の電話で合意されたようです。こんな規模の水槽は世界で初めてだ、本当に大丈夫なのか。その時社長の敷山は